北朝鮮による事実上の長距離弾道ミサイルの発射予告を受けて海上保安庁は日本の周辺海域に航行警報を出しました海上保安庁は IMO 国際海事機関からの情報に基づき午前10時過ぎに航行警報を出しました警報が出されたのは韓国の西にある黄海東シナ海フィリピンのルソン島の東の3カ所です 期間は8日から25日まででそれぞれ日本時間午前7時半から午後0時半の間です海上保安庁はこの範囲を航行する船に対し落下物への警戒を呼びかけていますまた国土交通省は同じ日時範囲で上空を飛ぶ航空機も警戒するよう各航空会社などに注意を呼びかけています